豊田市議会は愛知県豊田市に設置されている地方議会である。一人当たり年額60万円以内。会派及び議員に対して交付される。2020年2月9日、執行当日有権者数33万5801人、最終投票率36.55%、定数1人立候補者、数2人2019年8月に、 茨城県で起きた煽り運転事件をめぐり、事件とは無関係の会社経営の女性が原田隆史議に対しデマを拡散されたとして、同年10月21日付で医者料を求める訴訟を起こした。原田は11月2日に辞職届を提出し、同日受理された。これにより原田の辞職に伴う補選が豊田市長選挙と同日に行われた。 2019年4月21日執行当日、有権者数33万4330人、最終投票率59.80%定数45人、立候補者数50人生まれつき聴覚に障害がある、元会社員の中島隆二が無所属で立候補し、候補者50人中20位で初当選した。全国紙が取り上げたことにより、 中島の当選は注目を浴びた。2019年5月15日、市議会本会議に提出された中島の書は通訳費200万円の補正予算案は全会一致で可決された。2015年4月26日執行当日、有権者数32万2843人、最終投票率64.03%、 定数45人立候補者数52人ありがとうございます。